速稼塾の久保です。今日はネットワークビジネスの必勝法ということでね、まずは負けない方法のことをちょっとお話ししようかと思います。まずね、インターネットビジネスの中でもネットワークビジネスっていうのがね、どうやって勝つことができるかってことなんですけども、やっぱりね、セールスが苦手な人は絶対ダメっていうのはもう前提なんですよ。じゃあセールスができるんだけども、もしくはセールスをする場所は知ってるんだけども、どういう場所に出せば負けないのか勝てるのかってことです。インターネット上に商品を出してしまえば過当競争になってしまうので、これはあんまり良い選択ではありません。ですので、こちらの方はね、あんまりお勧めしないですね。特に化粧品とかサプリメントっていうのがネットワークビジネスには多いんですけども、インターネット上に出すとね、やっぱり価格競争、やっぱり単純なんですよ。出す人が多いんですよ、そこには。で、私が思うのは、リアルな場所ですね、近所に売るっていうのがやっぱり必勝法の最たるものだと思います。で、インターネットを使えない人に商品を売っていくってことは価格差がわからないんで、やっぱそういう人に届けていけるんではないかなと思うんですよ。で、そうするとね、情報弱者に対してセールスするのはけしからんって意見も出そうですけども、情報にはやっぱりね、どんな方でも限界があるんですよ。で、仕入れ先と直接つながれない人っていうのは、その間に立つ人に利罪を払って、これは当然なんですよね。もうそれはしょうがないですよね。だってコカ・コーラボトラーズってね、コーラを売ってる会社がありますけども、メーカーから直接お客さんが買えれば一番安いわけですよ。でもメーカーにアプローチする方法をほとんどの人が知らないから、販売店で買ったりね、小売店で買ったり、自動販売機で買ってるわけじゃないですか。やっぱ大きな利罪を中間業者にいっぱい払って、最終的に150円とか160円でペットボトル買ってるわけなんですけども、ディスカウントストア行ったらね、98円とか78円で売ってることはありますけども、ディスカウントストアっていうのはその仕入れ先でもっと安く買ってきてるわけなんですよ。そういうことを考えると、私たちは情報の差っていうものに対して価格がついているってことにも気づくと思うんですよね。で、ネットワークビジネスがなんでね、伸びなくなってきたかっていうと、まさにこの物を売るってことでネットワークを作ってきたのが、インターネットの台頭によって、別にね、インターネットで、ネットワークビジネスの商品を買うことができるようになっちゃったからなんですよ。そのネットワークビジネスに参加して商品大量に買い込んで、さばけなくなって、インターネットの買い取りサイトに販売する。そうすると買い取りサイトはそれをネットワークの会社を通さずにでも買えるよっていうふうにしちゃうと、ネットワークビジネスの会社をね、通じて買うと1個1万円のものが、そういった中古転売の会社で買うとですね、3000とか4000で手に入っちゃうんですよ。そうなると、一生懸命ネットワークビジネスに参加する人ってもう売れないですよね。インターネットが使えてる人に対しては売れないんですよ。インターネットを毛嫌いしてる人、要するにインターネットを使うことに労力を割かなかった人っていうのは、結局情報の格差を自分で選んできてね、不利なところにとどまってるわけですから、そういう人に対しては多少の利罪をつけて売ってもね、その人が納得すれば全然いいんではないかなと思うんですよ。何回も申し上げますけど、私ね、ある化粧品があって、それ1万3000円で仕入れてるんですよ。それを1万9800円で売ると、当然ビジネスをしていれば利罪をつけるのは当たり前のことなんですよね。で、1万3000円のものが1万9800円になるっていうのは、なんかぼったくってるようですけども、そういうもんなんですよ。例えばね、金額が小さいと分かりにくいんですけども、夕食に出てくる塩サバフィレってあるじゃないですか。あれがね、398円で売られてるとすると、だいたい仕入れ原価って275円ぐらいなんですよ。ね、すごいでしょ。だから3分の1ぐらいは販売会社の利益になってるわけなんですよ。もちろんその利益にはロスってものがあったりね、その他の人件費とか他の加工代っていうのが入ってますから、そのぐらい3割ぐらい4割ぐらいはふっかけないと合わないんですよね。中間業者も販売店小売店も合わないんですよ。それと同じように、私とかが1万9800円で化粧品を売るときって、私の仕入れっていうのが当然ありますんで、それは1万3000円になるんですよ。1万9800円で仕入れ、販売してるものを1万8000円で仕入れるなんてことはやらないんですよね。もうとてもじゃないけど、それではね、赤字経営になってしまうんですよ。ということでね、価格差とか金利差っていうのはこの世の中にある限り、販売っていうのはなくならないと思いますけども、インターネットってものが価格差を縮めたのは確かなんですよ。ですんでね、インターネット使えない人っていうのは、いつまでたっても割高のものを買うしかなくなっちゃうってことになりますんで、もしね、そういうのがちょっとな、納得できないなと思う方がいらっしゃったら、インターネットを使えてない人にインターネットの使い方を教えてあげて、有利に買う方法を教える。で、こういうので、無料でやろうともね、有料でやろうとも可能ですけども、そういうふうな形をしてね、ネットの使い方を広めていくっていうのもいいんではないかなと思います。当然私もそういうことやってますんでね。割高のものを買わないためにも、自分でインターネットにアクセスして、そこから安いものを探せばいいんじゃないですかということですよね。で、その探す手間を惜しむんだったら、
私みたいな販売店から、まあ一番高い値段で買うようになるけども、それはインターネットを使うっていうふうな労力、覚えるっていう労力をやっぱりね放棄したわけなんで、その分、このインターネットを覚えるコストがこっちの商品購入コストがかかってくるってことで、やっぱりね損してるようで一緒なんですよね。まあ、ちょっと表現難しいんですけども、ややこしくなりましたけども、ちょっとまとめていきましょうか。ネットワークビジネスっていうのはビジネスの一形態なんですけども、インターネットが使える方はインターネット、ネットワークもややこしいですね。インターネットが使える方はネットワークビジネスを攻略できるんですよ。で、インターネットを使わない方はネットワークビジネスではあんまり勝つことができません。そういう時代になったってことなんですよね、まとめると。それはなぜかっていうと、インターネットを使える方は特にね、ネットワークビジネスの会社に入らなくても商品を安く購入できる、そういった販売店がインターネット上に見つかるからなんですよ。そしてインターネットビジネスじゃない、もう本当にややこしいんですよ、ネットワークビジネスと、ね、ネットビジネスっていうのはね、まあでもそういうことですねすいません、どういうことなんでしょうね。だからインターネットが使えると商品を販売する先も選べるし、購入する先も選べるんですよ。でもインターネットが使えない方っていうのはもうね、自分の目の前にある店とか目の前にいる人が全てなんで、選択肢が小さいんですよ。まあですんで、そういう方はね、何もかも割高で買うような人生が続くってことですよね。ネットワークビジネスの必勝法ですけども、そういうことでございます。一つは、インターネットがちゃんと使えること、もう一つはね、セールスができること。この二つがちゃんとできてればネットワークビジネスでも勝利を収めることができます。それでは本日は以上です。ややこしいですね、ネットビジネスとネットワークビジネスね。